はい、用意スタート。第1回安酒グランプリ始まるよ。ということで、みこしの日という祭り企画に参加させていただくやで。今回は、エディオン難波店の6階にある日本酒店というお店で、店内を3周ぐらいして悩みに悩んだ結果、一番安いカップ酒をあるだけ買ってみたやで。まあ言うて5本ぐらいやけどな。その5本の選ばれた安酒の中から、一番美味しい安酒を独断と偏見で決めようっちゅう企画や。あらかじめ言っとくと、うちは居酒屋行った時にたまに日本酒飲む程度なもんやから。別に日本酒に詳しいわけではないやで。下手したら、ごく、全部うまいで動画終わってもたらセンセンシャル。ちなみにさっきから映ってるのは高島屋のデパ地下でついでに買った惣菜や。それと前回動画の桃屋のメンマキュウリを用意して、これをつまみに日本酒飲んでいこうか。では第1回日本酒ダービーの出走馬を紹介するやで。タイトル変わってません。1番、大関、ワンカップ。うち的には、カップ酒といえばこれっていうイメージがあるな。レトルトカレーでいうところのボンカレー的なイメージ。有名な酒やからそれなりにうまいんでしょう。知名度的にも、単勝オッズは 2.5 倍ってとこやるか。続きまして、2番、長山本家酒造場、高。こちらは見たことも聞いたこともございませんので、単勝オッズは 33.4 倍にします。続きまして3番、株式会社南部美人の、南部美人。こちらは居酒屋で聞いたことがあるな。おそらく飲んだことは何度もあるんやけど。味は全く覚えてないからオッズは 33.4 倍となります。続きまして4番、高千代酒造から高千代。こちらも全く知らんから 33.4 倍で。最後はこちら、いろいろと物議を醸しやすい獺祭。人気の日本酒で、転売問題にも発展したことで有名やんな。こちらは明確に味を覚えているわけではないんですが、居酒屋では何度も飲んだことがあるやで。まあ味には期待できそうなんで、オッズは 1.14514 倍とします。ここからは特別枠で、以前いただいた、オルビアルナ。こちらの日本酒があとほんの少しだけ残ってたんで、比較用に飲んでみようと思うやで。そして最後の一本はこちら。超濃厚ヨーグルト酒。ジャージー牛生乳全量使用、エッジだ。完全にネタ枠として購入しました。以上7本で出走させていただきます。各お値段はミニ枠に記載しておくやで。獺祭が一番高いと思いきやそうでもないんだね。まあ今は生産も安定してるんとちゃうか。あとこの獺祭は、獺祭の中でも最弱の獺祭やからな。もっと磨かれた世界ランクが高い獺祭はもっとええ値段するやで。ほな大関から飲んでみようか。普段家で日本酒飲まんから驚いたんやけど。これ地味に結構な量あるよな。なみなみ入ってまんな。ほないただきます。ごく。まあうまい。ここたい。アルコール度数は16度ぐらいやったかな。1から6番まではほぼ同じぐらいの度数やったやで。味の感想としては、アルコールがかなりガツンと口の中に入ってくる感じやな。一口目はうまいと感じたんやけど、味に深みを感じへんな。居酒屋とかで普段頼んで飲んでる日本酒は、もっと甘みとかフルーティーさとかコクのようなものがあったんやけど、ちょっとえぐみとか雑味みたいなもんを感じるな。その分アルコールを強く感じるから、とにかく酔いたい人にはおすすめかもな。ちょっと順番が前後してるんやけど、次は3番の南部美人を飲んでみるやで。カップ酒ってどれもそうやけど、口でかすぎやろ。朝日ジョッキ缶やないねんから、こんな株飲みできる口おかしい、おかしくない？って思ったけど扱い用とかにこういう口にしてるんやるか。さっきより量が少ない気がするけど、カップ酒はどれも一缶 180ml で統一されてたやで。ほないただきます。ごく、うまい。甘みを感じる。単純に甘いというよりはさっき飲んだ大関のワンカップに比べると、少し深みも増した感じ。どっちかというとあっさりしてるんやけど、厳しく言うならもう少し濃く的なもんは欲しいかなってところ。ただ大関に比べると断然こっちの方がうまいな。んじゃ、お次は4番の高千代。ちょっと色が白濁してますね。ほないただきます。ごくこれもうまい。高千代は一言で言えばマイルド。今飲んだ3本の中では一番まったりしてるというか、味に統一感があるな。甘みは強めなんやけど、南部美人の方が甘かったかな。でも南部美人より独特の味わいがあって、他のに比べるともう一口。もう一口と確かめたくなる味や。あと口当たりもええな。そこの方に米のカスみたいなもんが溜まってて、多分それのおかげで一番米の味を感じたやで。ほんなら次は2番の高志を飲んでみようか。この高志はこのラインナップの中では2番目に安い酒やな。現時点では高千代、南部美人、大関って感じ。ほないただくやで。ごく、うまい。めっちゃあっさり、というかすっきりしてるな。大関飲んだ時に、悪い意味で水っぽいなと思ったんやけど。高は同じアルコール度数でももっと水みたいや。ただそれは水っぽいわけではなく、みずみずしさを感じるっていう、いい意味でや。他の酒で感じたえぐみとか、うわ、アルコールやなっていう感じが少ない。後味もめちゃくちゃすっきりとしてる。飲めば飲むほどすっきりしていく。ああ、見えてきたわ。
何が見えたの？スッキリだけを突き詰めて作ったっていう開発部のおじさんの顔が見えました。ただの酔っ払いじゃん。いやでもこれは目隠しして飲んでも絶対にわかるわ。はっきりと味も後味も違うし、この4本の中では断然一番うまい。ちなみに各種2口ずつぐらいしか飲んでないからまだ全然酔ってないやで。余った酒は翌日以降に飲んで、あとは料理酒に生まれ変わりました。ほんなら、カップ酒ダービー最後は獺祭。てかこれカップ酒ではないんやけど、価格帯は同じやからまあええやろ。獺祭は有名やけど、どうせネーミングバリューだけなんで忖度なしでボロクソにレビューしようと思うやで。ほないただくやで。ごく、うん、なるほどね。やっぱりその程度の実力かって感じ。バチクソうまいわ、もうね、日本酒もカレーと一緒やな。こうやって真剣に飲み比べると、一本一本味が本当に違う。獺祭は、一言で言うと、優しい。口に入れた瞬間の優しさが、全く違う。適度な甘みもあって、後味もそれでいてスッキリしてる。えぐみとかアルコール感が残る感じもない。ただスッキリ感だけの勝負ならタカの方が圧倒的に上。まあそれはタカの方が辛口だからなんですよね。タカと獺祭は甲乙つけがたいんやけど、獺祭は総合力の高さではさすがの一本。ほんまに優しいっていう単語が一番しっくりくると思う。この5本の中で、唯一感情を感じたやで。何言ってだお姉ちゃん。じゃここからは特別枠やな。まずはほんの少しだけ残っていたこちらのオルビア。もうほとんど残ってないからラッパのみで生かしていただきやす。ごく、うん、これもうまい。結構甘めなんやけどフルーティーな甘みで優しい甘み。甘口が好みなら、獺祭よりも飲みやすいしうまいと思う。獺祭には感情が見えた。この子には性格が見えた感じ。それぐらい今まで飲んだ5本に比べると、個性がある。ちょっとワインに近い感じもあるし、それでいて日本酒の顔も合わせ持つ的な。いろんな味があるもんやな。おじさんの顔が見えるとか、感情を感じる獺祭。性格が見え隠れするオルビア。そして、悪い意味で水の大関。でも大関は一番低価格だから、ここで飯フェーズに移行しましょ。これはエビかサワガニか知らんけど、なんかガーリック濃い味炒めみたいなやつや。パク、うん、うまい、レイ。そしてこいつはヤンニョムチキン。ビミソーデンがな。って感じで晩酌を楽しんでたんやけど、この中で一番料理に合った酒は、タカでしたね。というわけで、すっきりとした味わいでどんな料理にも合うタカが1着。2着は獺祭。3着はタカチオ。4着は南部美人。5着は大関という結果とするやで。まあこれはうちの好みの話やから、真の順位は君たち自身がその下で確かめてくれメンス。んじゃ最後は超濃厚な町チヨーグルト酒飲みましょ。すっげー白くなってる。はっきりわかんだね。瓶の口からもうヨーグルトの匂いがするやで。見た目的にも濃度的にも匂い的にも、完全に飲むヨーグルトやな。まあいただいてみましょ。ごく、うん、うーん、くーん、弱ってる犬みたいになってる。飲むヨーグルトにそのままアルコール足したって感じの味やな。アルコール度数が 5% と一番低いのに、一番アルコールがきつく感じるわ。完全に悪酔いするタイプの酒やな。ジャージー仕様とは書いてるんやけど、あんまりジャージー感も感じひんな。まあ、かなり甘めな酒が好きな人には合うかもしれへんな。開発部の人の顔は、見えましたか？開発部の人の顔は見えへんかったけど、コンビニバイトの大学生が飲むヨーグルトを棚に補充するシーンが浮かんできたやで。そんな味やクオレハ。ということで第1回カップ酒ダービーいかがだったでしょうか？想像してた以上に味に違いがあったから、皆さんもいろんな酒を飲み比べて、自分好みの日本酒を探してみてな。そして今回うちが美味しいと感じたタカも、もし見かけたら飲んでみてな。いいねにはヨーグルト酒ともう一つ購入を迷ったぼ。のお酒の情報を書いておいたやで。まさか、ボイスロイド？そうはならんやろ。支援絵を紹介させていただきます。草、モノさんから支援絵をいただきました。うちの動画を見て描きたくなった、花山薫もにっこりのずらしいわ。うち、花山薫がこんなに笑てるの初めて見たわ。何笑てんねん。悪劇が使えへんうちと葵ちゃんも可愛いけど、悪劇が使える花山薫も可愛いからよし。ちなみにうちがバキで一番好きなキャラは花山薫や。まだやるかい？素敵な支援へ、ありがとなす。さ、エンドってね。はい、ごちそうさまでした、ってね。